秋月首長は、戦国時代末期から、江戸時代初期の武将、大名。日向国高鍋藩書大藩主。永六十年二月七日、筑前の戦国大名である、秋月種真の長男として生まれる。天正十四年の豊臣秀吉の九州聖伐では、父と共に豊臣軍と戦ったが、敗れて、父と共に降伏した。この時、 父が秀吉に対して提発して、謝意を示し、さらに隠居したため、家督を継いで当主となる。しかし間もなく、秀吉の命令で、日向高鍋三万国に、厳違法された。その後、豊臣政権下では文禄慶長の役に出陣し、慶長三年のうる三条の戦いで功績を挙げた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、 西軍に属して、大垣城を守備していたが、関ヶ原の本戦で西軍が壊滅した、直後の9月17日、水野勝成の勧めで東軍に内容し、同じく牢城していた弟の高橋本ダニと、相良頼房を誘って、熊谷直盛、柿見和直、を、木村義信、木村豊東府氏らを常駐で殺害して、降伏、23日には、首相の福原長高は、 大垣城を開城して東軍に明け渡した。これによって、徳川家康から所領を安堵され、高鍋藩の初代藩主となった。種町には、男子がいなかったため、長野官僚の息子で、種町の甥いにあたる主帝を、婿養子として迎えた。だが、種帝が病弱であったため拝着し、主帝と娘を町の間に誕生した外孫の種春を、後継者とした。 このため、これを不満に思う家臣との間に確執が生じたという、慶長19年6月13日に死去した、去年48、家督は種春が継いだ。ありがとうございます。